高橋隆美は、峰部屋の元社長、元会長、元民社党衆議院議員の高橋隆持は弟、東京都出身。父、誠一郎は、鉄くず賞から身を起こし、峰部屋を創業して成功させた資産家であったが、鉄くず屋の息子という追い立ちにはコンプレックスを抱えていた。慶応義塾大学経済学部在学中は、応援団長や、 経済学部自治会委員長を歴任し、応援団の制服を学ランからセーターに変え、総経戦前や祭りを創設した。金が淵知石から日本ミネチュアベアリングに移り、社長に就任。日本における M&A の先駆者であり、1970年代に企業買収を繰り返し、従業員数十人規模の日本ミネチュアベアリングを上場企業に成長させた。 反骨の経営者、業界の革命児として、財界を中心としたエスタブリッシュメントの経営者や、銀行を強く批判したことで、マスメディアにもてはやされた。1980年代以降は海外を除けば、M&A 戦略があまり成功せず、1983年には、ジャノメミ振興業に対して、日本初の TOB を仕掛けるも、長野賢治の格索により失敗に終わり、 後の光新事件につながる状況を作り出すことになった。1985年には三強世紀への敵対的 TOB を狙い、国内の金融機関を2分する状況となるが、ロサンゼルスの投資会社から逆に TOB を仕掛けられるという天末を迎えた。ありがとうございます。